どうも、今回も東京にやってきているんですけど、前回来た時は六本木に朝一に到着して、トイレの水圧動画10本撮るぞなんていう風に意気込んでいまして、見事10本のショートムービーを撮ることに成功しました。さあ今回は、また時間たっぷりあるんですけど、10本いけるのでしょうか。早速今こちらは1軒目の、素敵なトイレの近くに来ております。うまくいくかどうか、どうぞ温かく見守っててください。では本日もよろしくお願いします。さて本日一発目にやってきたのは、大久保にある小泉八雲公園さん。入り口が大変立派でびっくりしました。そしてこの庭園のような道筋、トイレにつながっているそうなんですけど、とてもワクワクしますよね。はい、こちらはフクロウの形をしたモニュメントがいくつか、そしてトイレ、可愛らしいんですよね。この作り素晴らしい。で、中入っていくと庭園のような感じに仕上がっていて、大変見て癒される空間だなぁと思いました。さあトイレの水圧を調べた後は大久保の街並みをぶらり。街を歩いてるとあちらこちら見渡す景色が韓国語っていうんでしょうか、やっぱりすごいコリアタウンと言われてるだけあって、まさに外国にやってきたような雰囲気、とっても刺激的でした。デジニーランド、なんか聞いたことがあるような名前でないようなね。さあ大久保を越えて東中野のあたりまでやってきました。こちらは新海橋というんですけど、漢字で書くとこうなんですね。でひらがなにすると思わずね、新海橋と言いたいところなんですけど、こちらは新海橋という表記なんですね。この橋に濁点がつかない理由は、川が濁らないようにということから、新海橋ではなくて橋なんだそうです。学びー。